ディーツ・ヘルツタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセンー議院占領制管区のラーンディル軍に属す町村である。この町の名前は、町内の4つの地区のうち3地区を流れるディーツ・ヘルツェ川に由来する。この川は、ディレンブルクでディル川に合流し、従ってライン水系に属している。この他の川としては、ブライデバッハ川がある。 この川はマンデルンでマンデルバッハ川に注ぐ。マンデルバッハ川は、リーツ・ヘルツとある最大の池であるハンマーバイヤーを通って最終的にリーツ・ヘルツへ川に合流する。町内の最高地点はヤクトベルク付近に存在する。高度673.1メートルのこの場所は、ラーンディル群の最高地点でもある。ラーンディル群の北端は、ネトフェントの町境にある。 ディーツ・ヘルツタールは、北西は、ネトフェン、北は、バートラースフェ、東は、ブライデンバッハ、南東は、エッシェンブルク、南西は、ハイガート境を接している。この町は、以下の地区からなる。この町の地域で最も古い考古学的出土品の一つが、ラテーヌ時代初期のケルト人の環状土類施設の移行である。この施設は、 紀元前450年頃に建設され、紀元前3世紀におそらくゲルマン人が定住し始めたために放棄あるいは破壊された。この町の最も古い集落はマンデルンである。この集落は800年頃のロルシュ文書にモンテリーナとして初めて記録されている。しかしこの集落は中世には一時廃村となるほど衰退した。エーバースバッハ、リッタースハウゼン。 ランゲンバッハの集落はおそらくフランク人による征服の時代に建設された。エーバースバッハの文献記録は1302年8月3日、リッタースハウゼンのそれは1344年になされている。ランゲンバッハは15世紀に廃村となるほど衰退し、その土地はリッタースハウゼンが管理した。カロリング朝時代、リーツヘルツェノタには、 ハイガーガウの最も東の入り口であった。ハイガーガウはおそらくラーンガウの改築であった。ハイガーガウはコンラート家の終焉により、旧中白に移譲された。このガウ派霊園としてモルスベルク家に与えられた。モルスベルク家はディーツ・ヘルツタールに下級貴族のビッケン家を封じた。ケルンからライプツヒへアンゲルブルクを越える交易路沿いに位置していたため、エーバースバフ派は、 中心的な集落に発展した。ビッケン家はここに城塞を築いた。1303年に初めて前途裁判に関する記録が残されている。教会区は1048年にハイガー教会区から分離され、その教会守護権はやはりビッケン家のものとされた。13世紀から進出してきたナッサウハクは、ハイガーガウやヘルボルナーマルク地方で勢力を強めていった。 ナッサウハクとヘッセンホーハクとの間でデルンバッハ、フェーデが起こると、ビッケン家は、ヘッセン側に味方した。ナッサウハクは、ディルカー沿いを占領した。ビッケン家は1486年、最終的にリーツ・ヘルツタールの裁判権を、ナッサウハクに移譲した。ナッサウとヘッセンとの国境紛争は継続し、18世紀半ばに、やっと解決した。ナッサウ・ディレンブルクへの移行後、 製鉄業が盛んとなり、人口増加が起こった。マンデルンは1489年に再興され、シュタインブルク県との意出展の集落が新たに建設された。ナッサウ・リレンブルク家の断絶により、1720年にディーツヘルツタールはナッサウ・バイルシュタイン家の所有となった。1725年にアムトエバーバッハは、 アムトトリンゲンシュタインの地域が編入され拡大された。しかし1739年にはナッサウ・バイルシュタイン家も断絶し、ナッサウ・ディーツ家がその所領を相続した。1769年にベルゲバースバッハ完全に消失したが、その後復興された。1806年から1813年まで、この集落はベルク大公国に属した。ここでは、ジーク県、 ディルブルク軍の一部であった。ライプツヒの戦いでナポレオン・ボナパルトが敗北した後、オラニエ・ナッサウ家の貢献が回復された。オラニエ・ナッサウ家は、そのルクセンブルクの所領と、すでにウィーン会議でプロイセン王国領となっていたベスターバルト及びディル川沿いの所領とを交換した。プロイセン王国は同じ日にナッサウ公国側と同じ面積の領域を割上した。 1816年7月1日にアムト・エヴァーバッハが廃止され、アムト・ディルブルクに統合された。ノイヒュッテ及びシュトラーセバールバッハの両集落は1818 18年に合併した。シュタインブリュック集落は1823年に独自の損益を獲得し、エーバースバッハの一部として編入されるまで、これを保持した。ナッサウ広告が併合され、 この集落は1866年から再びプロイセン王国領となった。ここではヘッセンナッサウ州ビースバー電行政管区に属した。1866年のプロイセンの軍及び州に関する政令によってナッサウのアムト制は廃止され、この集落はデル軍に属すこととなった。1945年にこの集落は アメリカ管理地区に組み込まれ、ヘッセン州の一部となり、ビースバーデン行政管区に属した。1968年にこの行政管区が廃止されたことにより、ダルムシュタット行政管区の一部となったが、1981年にギーゼン行政管区に移管された。1977年に新たに創設された、ラーンディル軍の一部となった。1960年代に、 日本の石橋町とシュタインブリュックとの間の姉妹自治体協定が結ばれた。シュタインブリュックは日本語の石橋を意味する。これはドイツと日本との最初の姉妹自治体協定であった。ドイツ及び日本の自治体再編によって現在この姉妹自治体協定はディーツ・ヘルツタールと下付け市との間の協定となっている。すでにラテーヌ時代から 現在の町域にあたる地域で組織的な銅の採掘と加工が行われていたことが発掘により証明された。リーツ・ヘルツタール上流域は中世から重要な鉄生産の中心地であった。この地域は赤鉄鉱から鉄鉱石を豊富に産出していた。鉄鉱石は採掘され、木根で砕かれ、木炭の火力で精錬されていた。もともとは 固まり鉄路での精錬が行われていた。得られた先鉄は、炭造所で炭造された。炭造所や、その他の施設を駆動させるために、リーツヘルツェ川、マンデルバッハ川、エーバースバッハ川がせき止められた。せき止められた水は、水車を介して炭造ハンマーを駆動させた。こうした石によって、シュタインブリュックの近くに、ハンマー池が形成された。16世紀末に、 外国からの専門家によって製鉄の大規模な近代化が行われた。1586年にエーバースバッハ近郊に設けられた新製錬所でナスサウディレンブルクで最初の航路が始動した。航路が木炭を大量に必要としたことにより、1560年頃のディル地方やジーガーラントで林業の特殊な形態として組合性林業が起こった。行動は徐々に深くなっていき、 高度な用水技術が要求された。30年戦争の結果、製鉄業は経済危機に陥った。ナッサウディレンブルク博は、それまで民間経営だった、この産業を国有化した。これに続く航路は17世紀から18世紀に、ディーツ・ヘルツ・タール上流域に設けられた、リッタースハウゼンロ、エーバースバッハ新生連所アイベルスハウゼンロである。 またこの時代に存在が確認される。鍛造所は、エーバースバッハ新請連所、シュタインブリュック近郊のタイヒハンマー、シュタインブリュック共同鉱山会社、アイベルスハウゼン近郊のブレヒハンマー、ビッセンバッハ近郊の鍛造所がある。この他にもディルタールやシェルデ川沿いにナッサウ・ジレンブルクの製鉄所があった。ビトゲンシュタイン家やナッサウ・ジーゲン家もそれぞれの製鉄所を有しており、 境界地域での功績や木炭の原料採取についてしばしば紛争が起こった。製鉄業は18世紀前半に大きな衰退を経験した。木炭の減少によって製造コストが増大した。ナッサウ博、ゾルムス博、ビトゲンシュタイン博による価格カルテルが成立したにもかかわらずその価格は機能せず、ディーツ・ヘルツタールの製鉄所は ナッサウリレンブルク財政の大きな経済的主にとなっていった。これが、この高量が1730年から債務超過のために帝国夫妻委員会の強制管理下に置かれた原因の一つである。オラニエナッサ受けが貢献を獲得して以降、1743年からやっと製鉄業の近代化がなされ、これによって針金製造などの次の段階の 加工業に重点が移された。ナッサウ公告の成立後、工場経営者のヨハン・ヤーコプ・ユングは1816年から徐々にディーツ・ヘルツ・タールの溶鉱炉や炭蔵所の所有権を獲得していった。各藩精錬法の導入後1870年頃に炭蔵所は必要なくなり解体された。シュタインブリュック近郊のハンマー池は現在も存在している。 1883年、ユング家はその財産を、ヘッセンナスサウ精錬連合株式会社に統合し、シュタインブリュッケンに本社を置いた。この会社は1930年代にベッツラーのブーデルス社に合併された。ディーツ・ヘルツタールには、現在もいくつかの金属加工業者が存在する。その最も重要な企業がリッタースハウゼンで創設された。 リッタール GMBH&COKG である。この会社はフリートハイムローグループに属している。1937年4月1日にベルゲバースバッハとシュトラセバースバッハが合併してエイバースバッハが成立した。自治体リーツ・ヘルツタールは1971年2月1日にそれまで独立した町村であったエイバースバッハと シュタインブリュッケンが合併して新たに形成された。1972年4月1日にマンデルンが、1977年1月1日にリッタースハウゼンがこの町に合併した。行政機関の本部はエイバースバッハにある。町村合併がなされ自治体ディーツ・ヘルツタールが成立して以後の町長は以下の問いである。2014年2月9日の町長選挙では、 無所属、FWG 推薦のアンドレアス・トーマスが七十点一パーセントの票を獲得して、驚くべき大差で、スピードとセディの両対立候補を破った。この選挙の投票率は五十九点四パーセントであった。リーツ・ヘルツタールの長儀会は二十三議席からなる。エーバース・バッハの福音主義教会リッタース・ハウゼンには、ハイデン版製造業者、リッタール GM ・ GMBH&CEO、 KG の主力工場がある。クレック金属製品工場 GMBH は、リッタースハウゼンにある、もう一つの中堅金属加工業者である。シュタインブリュッケンに本社を置くカルレアンドルプナー、GMBH は主にバルコニーや階段を製造している。エーバースバッハのオムニカルボイラー及び器具製造、GMBH は、その期限を18世紀まで遡るが、2015年春に、 破産申請を行った。そのサービスとエンジニアリング活動は、ビースマンイコールグループが引き継いだ。リーツ・ヘルツタールにはこの他に、多くの小さな金属加工業者が存在する。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。